見てみましょう皆さん共に。これ大きくできねえ。この顔ムカつくな。これだ。初めて見た人間は両親の話とは少し違っていた。口から出る煙は苦手だったが、そんなことはどうでもよかった。捕まえときますか。名前はそうだな、ついてこい。マニュアル。嬉しかった。運命だと思った。パー。夢だったからだ。トレーナーという人間と旅に出ることが。この顔見てくれよ。これから始まる冒険に高鳴る胸を抑えきれなかったはずだった。ポケモンバトル。それはポケモン同士の命の奪い合いだった。恐怖で体がうまく動かない。念能力の戦いみたいになってる。傷口が焼けるように痛い。ご主人様、傷がするよ。回復をしなければ死んでしまう。おい、マニュアル、ひっかくだ。早くしろ。回復はしねえ。ガタガタ抜かすと、くったますぞ。もう考えんのがめんどくせんだよ。ひっかくだ。待ってください。どうか気づきすぎよ。このままだけじゃ殺されるだけです。ゲオだから、どうかまだ死にたくない、死にたく。ピギ、死の者うるせえな、お前。ゴバッ。あんだよ、マジで死にやがった。弱すぎだろこいつ。バグか、くだらん。ところでよ、まだ墓場ボックス作ってねえんだ。俺これ本当に言ってた？言ってないでしょこれ。言ってないでしょこれは。水毛にはこのポケモンその辺に捨てとけ。道具で、ですが捨てろ。はい。カラン。やだ、落としちゃったわ。あっちゃー、割れちゃってる。怪我はないか？ええ、大丈夫。これお父さんとお母さんだわ。それにしてもあの子大丈夫かしら。まだ寂しがり屋なところもあるし、いいトレーナーさんと出会えてるといいんだけど。大丈夫さ、あなた。だってあの子は僕たちの子だ。きっとうまくやっている。心配いらないよ。ええ、そうね。私たちの子だもの。きっと最高のトレーナーさんと最高の冒険をしているわ。あの子が帰ったらたくさんお話聞かなきゃね。楽しみだわ。きっついわ。俺そんなこと言ってたっけ俺。いや、絵うまいわ。めちゃめちゃうまいし、構成も正直物語としたらば胸クソ系ですごくいいんだけど、俺こんなこと言ったか。あんだよこいつ、マジで死にやがった。弱すぎんだろこいつ。バグか、くだらん。ところでよ、まだ墓場ボックス作ってねえんだわ。その道具その辺に捨てとき。言ってたっけな俺そんなこと。言ってたっけ。いやちょっと すいませんでした。言った覚えちょっとないんだけどな。すいませんでした、本当に。はい。申し訳ございませんでした。はい。レベル5にさして。ちょっとなんで出てこないのこれ。あ、来た！チョロ猫だ！いや、欲しい！こいつかわいい！どうしよう。今体当たりしとっか。うおお、いやお前耐えらんないだろこれ。水ゲニアに変えて。かわいいな。なんかあのニャースとかは生意気な顔してるけど、こいつはなんか気高しさがあるな。ポケモンでバック
ボール捕まってくれるよね。さあどうだ、1、2、3。よーし、オッケー。チョロ猫、なんでお前チョロなんて。あ、昭和のポケモンなんだって。可愛らしい仕草で油断させて、その隙に持ち物を奪い、怒ると爪を立てて反撃だって。昭和なんだ。はい、持ち物つけます。お前は結構じゃあ悪い猫なんだな。悪に悪タイプになりそうだねこいつね、おそらく。お前の名前は、ちょやめろってお前らマジで本当に。コメント見ねえかんな俺、そんなのいっぱい言って。お前の名前はオスだから、オスで猫、小悪。オスで猫で小悪。そうだな、お前の名前はマニュアルにしよう。お前の名前はマニュアル。リオテリー、俺と手持ちは一緒だな。いや俺ね、騙されたことがあってさ、結構こうやってコメント読みながらね、皆さんとお話ししながらやってるじゃないですか。私引っ掛け、うわー、もう意味が、あまあ別にどうせなんかあのベルっていうクソガキが俺のポケモンパクってこのマニュアル使ってたし、別に進化させたかった。なんだこれ、なんかあ、ほら、あ、よくし、セーフですよね、セーフですね。あれ、よし、セーフ。セーフ。まあちょっとね、うるさいよね。これ、はい、こんぐらいするわ。はい、大丈夫。でも、よく1時間持ったよ、まずは。うえぇー、マジ？マジ？いや、ちょ、埋葬は、あれしよう。ちょっと、もう少し、そばにいさせてくれ。進化するとこ見たかった。猫が進化してどんな風になるんだろう。マジ早すぎ。これなんだ、暗いところにもポケモンがいる。そんな時はこのダークボールお前に分けてやるよ。名前がいいよな、ダークダーク。おーい早すぎってば、早すぎるってば、早すぎー、マジ。せっかくレベルもちょっと上げて、うわ、こ、ん、どういったんだこれ。いいえ、ん？やり方わからん。ボックス操作続けますか。はい、こうか。はあ？ポケモンを整理す、ボックスを整理か。ああ、
チョロデコことマニアはこれからまあね非常にこう昭和るポケモンなんですが、このね始まりの今日記念すべき日を盛り上げるべく頑張って頑張ってですね、この可愛いねポケモンがどんなポケモンに進化するかっていうのを 夢見させてくれました。しかしクソ犬のね体当たり急所で粉砕骨折内臓破裂および脳挫傷すべて絶命させてしまったのは私のせいです。すいませんでした。おやすみ、バイバイ、マニュアル。なんだこのデュクシデュクシって音、うぜえな。なんかデュクシデュクシ、じゃあ行ってみっか。パパニアルのお話。あともう一人踏ん張りだよ、頑張れ。コメントいらねえなこれな、消せねえんかこれ。出産したのかこれ。卵が生まれた、ちゃんと生まれたよ。卵は大丈夫、そうよかったわ、本当によかった、大丈夫だよ。ついについに僕たちの子供が、私たちの子よ。この子はきっと元気な子に育ってくれるわ。そしていつかきっといいトレーナーさんに出会って立派なポケモンになってくれるよ。きっと、いえ絶対よ。だってこの子は私たちの子供なんだもの。この子はきっと僕たちで幸せに。うまいじゃん。何これ。ブワーッ、あ、ここにゴミの山があって、もしかして捨てられてんのか。で、パパが気づいたんだ。見つけちゃったんだ。え？あ？え？これなんだ？あ、あ、あ、嘘だ。この陰鬱だねー、この書き方が。狂っちゃった描写だねこれ。ああ2年後、ああ BW2 になったんだ。子供は無残に殺されており、突如失踪した妻もついには見つからなかった。誰がやったのか、妻はどこへ消えたのかも、僕にはどうすることもできなかった。とりあえず尻の穴から行くか。お、レパルドスじゃねえか。ライデンがいるわ。あ？そうだな、お前の名はマニュアル、今日からお前はマニュアルだ。お前マニュアルはどうした。あ？だってめえ、あ？マニュアル？マニュアル、マニュアル、ああ、あいつか、あのダボバグみてえに弱くてよ、マジでそこ死にやがったから捨てちまったわ。お前がビタッ、えっ、体がレンジ波、ふざけるなよ、こんなうわー、ちくそ、うるせえや。おいライデン、放電だ、早くしろ。うわー、ブラッ、ふっ、あ、バチ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 、シュー、バグだわ、弱すぎだろこいつ、放電で死んでんじゃねえか。じゃあ不合格だわ、いくぞライアン。ちなみにこいつの夢特性教えろ。かな、悪いけど、あ、効果教え、何してんだこれ、これ何してんだこれ。私、あなたと一緒になれて本当に幸せです。僕もさ、君と出会えて本当に良かった。
君もこの子ももっともっと幸せにしてみせるから、私とあなた、そしてこの子ならきっとなれるわ、これからもよろしくね。俺これから寝るんだぞ俺は。なあフィン、これから寝るんだぞ。布団じゃさすがに謝ろっか。あのすいませんでした。なんですか、なんで謝んねてくれんだよ。こんなこと言ったっけレパルダスに。ああ放電で死にやがった、あれ言ったっけな。あ隠し穴のやつか、あ隠し穴のやつだ、そうだわ、レパルダスオスだったわ。ショッピングモールかね、隠し穴どこに、あ隠し穴じゃねえこれ。います、あレパルダスかこれ。とりあえず猫の尻穴から行くか。36、とりあえず電池波、まあ1段階でしょ。まあ、放電で様子見るか。また殺しちまった。バグだわ。じゃあ不合格だわ。放電で死ぬんだったらいらねえわ、うん、いらねえわ、だって放電で死ぬんだもん、バグだろ、女の弱すぎだろ、マジで弱すぎだろそれは。このパーティーで行こう、うん、いらないだろ俺。ちなみにね、夢特性教えて、な、悪いけどさ、わかる人名前と効果教えてくんね、もうそれはもう教えて、正直何をあの獲得できなかったのか、いたずら心な、なんていうあれなの、いたずら心なんなの、なんていう効果なの、必ず先生が出せる。必ず先生か、ノンデリラさんじゃんこれ。ノンデリラさんやってたんかい、ノンデリラさんじゃん、マジで。ちょっと見てみっか、ちょっと待ってるよ、はい、ピー、いや俺に威嚇しなくていいから、お前俺のこと嫌いなん、トリバード、気になりますよねポケモンの気持ち、クイッ、あなたは一体、私通称足跡博士と申します、今時はポケモンを歩かせるだけでポケモンの気持ちが分かっちゃうんですよ、マチャオ、よかったら試してみませんか。楽しそうやんなあトリバード、やってみようか。おいって、あはは、全員死んだわ。ごめん。全員死んだわ。全員死んだ。キャビアン。うん。全員死んだ。あの、ヴァンパイア。ホリダス。ボツリヌス。あれ、なんだっけ、こいつ。あと、オムニ。うん。ビエラ。
ビエラ、うん、ビエラ、全員死んだわ。足音から気持ちが分かるなんてな、科学の力すげえですよ。ほらもう気持ち分かっちゃいました。早っ、見たい。いえ、これはお家で一人でご覧ください。マッチャオ、本人たちの目の前で心を丸裸にするような行為はのんびりを言わざるを得ませんからね。恥ずかしがってるわ。確かに家で一人で見てみる。ありがとう、足跡博士。何度か初めて会った気がしなかったぜ。おしまい。あー、めっちゃあるわ。8分の2。楽しみだな、ポケモンの気持ちを見れるなんてよ。あ、何やってんだトリバード、返せよ。どこ行くんだてめえ。それがトリバードのやつ、そのまま帰ってこねえの。俺切られてんのかな。まあ持ってかれたのはトリバードのデータだけなんだけどね。悪いな、思いやり、こんな愚痴聞いてもらっちゃってよ。でもそんなことはひとまずいい。お、ブン。マセイコは大したやつだ。私がガバイトとして最高の働きができるのもマセイコがいてこそだ。キャリアン、意外と男前な性格なんだな。キュッ。へえ、なるほど、おもろいなこれ。よし、なんか俺もこれ撮りたくなった。カメラ回せ、思いやり、行くぞ。キュッ。とリバード、こんなことやってねえだろうかよ。俺こんなことやってねえじゃねえかよ。捕獲したのに近くにない、威嚇はあるのに自覚はない。はい、よいしょ。俺こんなこと言ってねえぞ。俺これなあ、これは捏造だろこれ。コンコン、ん、君は。ピュイー、足跡博士の攻撃が下がった。マチアオのムクバード、なんでここに。スタタタタタタタ、クイ、そういうことですか。グオースピー、夜の散歩もいい、夜風が気持ちいいぜ。はっ、引いてる、大物や。えブワー、ギャラドスできたわ。こんなシーンあったような気がする。あ、ズノペチン。多分あれだな、あの空を飛ぶで、ヴァンパイアが。ありがとな、助かった。ポケモンセンター。はあはあ、聞きました、トリバードのこと。暴れるギャラドスからマチアをかばって即死でした。急所にもらったみたいで、ポケセン着いた時にはもう。バカなやつです。死んだら何も残んねえ、意味ないってんのに。いえ、マチアオ、そのマフラーに。ボロン。これはいつの間に。トリバードはちゃんと残してくれた。でもこれはあいつ自身が俺から持ち去ってたもの。見てもらえば全てわかるはず。信じて、マチアオ。パソコンに刺したわ。ブン。マキー、大丈夫、落ち着いて気持ちを整理できたらゆっくり歩いてみよう。まあ、聖子、いきなりパーティーから抜け出してごめんなさい。本当はちゃんと謝りたいけれど、面と向かって謝れる自信がなくて。私の特性威嚇のせいで、まあ、聖子相手ですら面と向かって接することが苦手です。でも足跡博士の力を借りれば、素直な気持ちを伝えられると思ってお願いしました。うん、いい感じ。君の素直な気持ちしっかり出てる。最後はマチアオ、君のトレーナーさんへの気持ちを伝えてみようか。彼と出会って過ごした
今日までを振り返るんだ。ポケモンにあんまり優しくない人もいるって言うけど、まあ、聖子はどうなんだろう。トリバードのこと大事にしてくれるかな。いろんなところへ連れてってくれるかな。友達になれるかな。トリバード、お前はお前なりに俺と向き合おうとしててくれたんだな。それなのに俺はトリバードバケヤク安らかに眠ってくれトリバード。よう、ついでにこのゴミも埋め立ってくれや。え、いやマジで、え、ここでまさかの、え、マセイヨウゴミだとてめえ、それが俺を信じてついてきてくれたポケモンにかける言葉か。どうしてそこまで非常になれる。まだそのレベルか。お前もいずれわかるだろう。ポケモンバトル、それはポケモン同士の命の奪い合いだ。非常になれない奴は負けるだけだ。非常になれ、たとえ人殺しだの何だの言われようとも、出ないとお前は勝てない。いや負けたんだよ。誰だか知らんが、銀河なんか霞んで見えるほど邪悪な男だった。俺は誰も見捨てず誰も死なせない。おい、ここでうなずかせんじゃねえこいつらを。いつトリバード空の上から見ててくれよ。いつか必ず俺は俺のやり方でポケモンチャンピオンになってやる。そしてプラチナへ。だバカなこと言うな。何がお前、そして伝説へみたいな感じで、これ8分の8だから何がプラチナ、プラチナでだお前。おかげでもエイペックスできねえわお前、いつも一緒プラチナ帯でなあ。ランクなるゲームできねえよもう。でもこれさ、こんなことはしてないと思うんだよな。そう、トリバード、やってねえだろこんなこと。いや、やってたっけ、やってたっけ、あれやってたっけ俺。え、え、わかんねえ、やってはないだろそんな。いや飲んでるさ、ええ、うめえな。これもうあれじゃん、もうこれなあ、これ北斗の拳のあれや、北斗の拳のなんかあれじゃん、男泣きしてる人だわこれ。うん、これトキが泣いてるとこだわこれ。お前これあれだぞ、原哲夫先生が多分30年間ぐらいかけてやっと描けるようになった表情を、よく描けたな、この含みのある一枚。すごいわ、これ。いや、マジすごいわ。いや、ありがとうございました。はい、クリアはできなかったけれど、ポケモンは全員死んでしまいましたが、漫画を描いてくださることは、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、噛みつく覚えからさ。じゃあなんで電撃波打ったのってとこじゃん。ほら危ない。素早さ俺勝ってるかな。いや、負けてそうだな。どうしようかな。
つけ水鉄砲、よし、よかった、これはいいや、ちょっとごめん、ちょっとボツイズごめんね、トリバードに一回しよう。あと少しだ、頑張れトリバード。え、暴れるって混乱しないっけ自分。やばい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 、トリバード、もうせっかくここまで揃えたのに、トリバード読めんよ。で、暴れる覚えてないだろ本来この時。うわ、俺バンで、これさ、ヴァンパイアでもよかったな。てかヴァンパイアでツモだったわこれ、間違えたわこれ、ヴァンパイアでツモだわ、もうマジかよ、トリバードが死んじまった、もうこれでよかったわ、もうなんで2連休所すんのこれ。今の日はひどい、威嚇持ちが死ぬ死ぬ、足音を動かす、ポケモンっていうのは足音を見てれば何を考えてるかなんてすぐ分かるんです、信じられませんか、ならば君のガバイトをここで歩かせてごらんなさい、その足跡から気持ちを私が読み取ってみましょう。くだらねえな、なんだこれ、マスエコは大したやつだ、私がガバイトとして最高の働きができるのもマスエコがいてこそだ、一緒に旅をしている野生のポケモンたちが羨ましそうに見ているさと、ガバイトはこのように考えてる。これを差し上げましょう、足跡リボン、これ何なの、いいってもう、これ戦闘のキャラなんだ、これさ、悪い、ちょっとさ、最後にさ、お別れする前にさ、トリバードと俺の仲の良さ見ていいか一回。ポケモンにあんまり優しくない人もいるって言うけど、マスエコはどうなんだろう、トリバードのこと大事にしてくれるかな、いろんなところへ連れてってくれるかな、友達になれるかな。これつらすぎですやん、これつらすぎですやん、これお兄さんはね、トリバの毛づくろい姉さんと恋人同士、ポケモンにメールをしてる。あっ、どうだ。トリバごめんな。悪いな。トリバ。この音楽がうつ、待って、結構死んだな、こんなに。うわ、お前の威嚇マジ良かったのにな。なんで暴れる救助ってくだらねえ、ほんと。ありがとうな、トリバー、ほんと最後に泣き声聞かせて、友達になれるかな、仲良くなれるかな。じゃあどうしたらいいんだよ。